ウッドワン、ご一緒にどうぞ。4321break。筋肉と、ストップリだ。え、ライブの動員数は35万人？SNS 総フォロワー数も650万人以上だって。どうしてそんなにバズってるのかしら。今回はうちらの番組の後で放送しているストップリクエストともコラボ。うちが突撃取材してきたよ。完全に鼻で笑われました。そう、耳こうやって持つからな。持たないであげて。何があったの。耳こう持つからな。広い広い SNS の世界を大冒険。 SNS 発見アドベンチャー、ホラミとサダミ。それだったら一発目の方がいいよ。分かんなかっただけだろうギャ。分かんなかっただけだろうギャ。どうも、9月といえばお月見。お団子は必ず準備するホラミです。月を見ようともしてなかったタダミです。お月見といえばウサギだよね。月にはウサギがいるって言われてるけど、それって日本だけみたいよ。え、知らなかった。じゃあ月とホロミがセットだって、うちがバズって広めてやんよ。ってことで今週のテーマが、人気アイドル VTuber からバズる極意を学ぼうだって。 VTuber？ おはせろとニンニン、忍者系バーチャル YouTuber 朝のルリと朝のあかねです。裏切りは許さない。お前に明日はない。777700円。VTuber ってバーチャル YouTuber の略で、アニメ風の CG キャラクターを操作して作られているみたいね。キャラクターになりきってるからこそ、自分の中ではっちゃけることができたりとか、ぶっ飛んだ活動しやすい環境なのかなっていうふうには思います。 YouTuber とは違うのかな。顔出ししてるとやっぱり同じ人間として見る部分があると思うんですけど、ちょっと次元をまたいで関わっているような感覚になるので、そういうところが好きだったりはします。今まで の、 そのアニメとかゲームとかのキャラクターって、そこまでこう現実とリンクしないことが多いんですけど、すごい可愛いキャラクターとかでも画面の向こう側にはいるっていう感覚を直で提供してくれるというか、リアル寄りなエンタメなのかサブカル寄りなエンタメなのかみたいなところで差別化するのかなと思います。2次元とも3次元とも言えない部分が受けているのかもね。 VTuber は2016年頃に出始めてから、今では国内だけで2万人以上いるみたいよ。2万人？しかも VTuber の市場はずっと伸びていて、2023年には800億円にもなると言われているわ。800億円。うちも参戦してみようかな。私たちも VTuber に近い感じはするけど、そんなフォロミにも役立つ VTuber の現場を見せてもらえたわ。わあ、楽しみ。女の人かな、何してるんだろう。皆さんこんにちは、バーチャルだけどリアル社員の青いわさびです。もしかして VTuber の配信中ということは。実はですね、私はこう普段は普通に社員として働いておりますので、まあ2次元と3次元を行き来しながら、はい、毎日頑張っております。今回取材したのは、静岡をアピールする VTuber として活躍している青いわさびさん。さすがに中の人の顔は見れないみたいだね。そこに向かって話しているけど、 VTuber のキャラクターを動かす方法はいろいろあるんですけど、まあ、一番簡易的なのはこういうカメラブラッキングといって、カメラの映像をモーションに取り込ませるっていうことが結構主流かなと思います。こう全身のダンスを撮りたいよとか、そういった場合にはスタジオとかに行って撮ることもあるんですけど、配信をする際にはこのカメラブラッキングが一番多いですね。 VTuber ってなんかいっぱい装置をつけて撮影するのが普通だと思ってたんよ。
モーションキャプチャーのことね。 VTuber が出始めた頃は多かったらしいけど、あのパソコンがあれば、あとカメラがあれば始められるので、すごい敷居低くできるんじゃないかなと思います。今スマホでもできるものが増えてきてるので、本当に誰でもできる VTuber になれるんじゃないかな。こんな簡単なら確かに VTuber が増えるのも納得。私が一応静岡のご当地 VTuber なので、界隈としてはこうご当地 VTuber 界隈っていうのにいるんですけど、自分の所属している界隈の方とコラボするっていうのが多いんじゃないですかね。はい、VTuber ってそれぞれ界隈があってコラボしているのね。ちょっと特殊で面白いね。リアルだとなかなか初めましての人と一緒に今からゲームしようみたいなことあんまないと思うんですけど、 VTuber の方だとそういうこと全然関係なく結構コミュニケーションが鍛えられます。はい。VTuber ならではの世界があるんだね。あとは配信での視聴者との交流も VTuber の大きな特徴みたいよ。マシュマロ見たりするとめちゃめちゃ元気が出るので、いろいろ VTuber について分かったところで、今回はバーチャルなキャラクターを生かして活躍する超人気者に密着するみたいよ。実はうちが直接取材に行ってきたんよね。え、そうなの？この方です、どうぞ。皆さんどうも、フォロミです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。あれ、この人たちって私たちの後の番組で見た気が。どうもフォロミです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。この人たちってすとっぷりだよ。ストプリはエンタメアイドルユニットで、こうしたバーチャルで MV も出してるのね。リアルでもライブを行っているんだ。ライブでは本人が出演しているのね。去年は東京ドームでライブもしてて、今年の国内アリーナツアーでは35万人の動員ってすごい数ね。人狼で負けたやつコンビニで買い出しな。かかってこい。 YouTube では日常アニメやゲーム実況、はい、なんだこれ。あとは実写でサバイバルとかもしているんだよね。アイドルだけど過酷な企画もしているのね。メンバー同士の絡みが面白い、見てて楽しい。仲良くない普通に。そういや、うん、見るたび見るたびファンが増えてる。え、わかる。メンバー同士の絡みや仲のいい感じがファンには受けているのね。かなりバズっているすごいグループだよね。それに地上波で冠番組までやっていて、リーヌ、ルート、サトミ、コロンのストプリメンバーでリスナーから来たリクエストにクエストという感じで取り組む番組みたいね。うちらの後の番組で今回はコラボ企画ってことでお邪魔したんだ。ここがストプリクエストの撮影スタジオで、上下についているカメラで実際のメンバーの動きを撮って、それぞれの CG キャラクターに動きを伝えているんだ。モーションキャプチャーで撮っていたのね。スタジオにまでお邪魔してすごいわね。いろいろ聞いてきたよ。今回はストプリからバズる秘訣を学ぼうということでスタジオに来てもらったということですね。そうです。皆さんも相当バズっているってことなので、ぜひその秘訣を知りに来ました。そんなバズらせてほしいよ逆に。いやそんなもう別にね、そんな意外言えないのかお前。そんな謙遜の仕方覚えろよ。そんなそうですね。耳声持つからな。やめてちぎれちゃう。可愛がってちゃんと。
さあまずはほろみちゃんからいくつかストプリの皆さんに質問したいということなので、はいはい、ぜひ正直に皆さんも答えてください。はい、お願いします。はい、まずストプリっていつから活動しているの？30年前ぐらいですかね。へーって言われちゃった。へーって言われちゃった。やめなさいよ。ほろちゃん嘘つきなのね。コロン完全に鼻で笑われました。この可愛いウサギがちゃんと答えてください皆さん。まずストプリ自体結成されたのは2016年の6月4日、はい、そうです、はい、僕らもともとね個別で活動していたんですけど、それがグループになって、できたっていう感じですね。ストプリはもともと個人で活動していたんだよ。それぞれのメンバーが何をしていたか気になるわね。俺は歌をメインに活動してました。みぬくんは可愛らしい声が特徴で、歌ってみたとかオリジナル曲を歌う動画が人気なんだ。たわしたわしキャビキラー。あいつ何やってんの。声を生かしたアニメ動画も上げていたりするのね。僕も歌をメインに活動してて、僕の前だともともと歌を歌うことだけだったんですけど、作詞作曲のお勉強をしてオリジナル曲が出せるようになったりとか、優しい風吹く夕焼けの窓に分かっているけど、ヌート君は高音と低音をうまく使い分けた歌い方が特徴で、自身で作詞作曲したオリジナル曲はファンに大人気なんだ。僕はゲームの実況だったり、セリフというかなんかそういうお芝居みたいな、そういう動画とかを出したりしてましたね。さとみくんはいろんなゲームの実況動画を今やっているけど、もともとはお芝居の勉強とかをしていたみたいだよ。ストプリ好きな子落として。好きだよ。なんかゲーム出すにしても結構ね、説明がうまいってみんなから言われて、なんかそのゲーム実況でもいろいろこうジャンルを分けてみたというか。僕はあのシャミセンっすかね。シャミセン、本当かな。純粋だから。このみちゃん、コロンは相手にしなくていいです。分かった。このウサギが。ほら。アベもバレた。この表情も捕まった。後で聞いたけど、コロン君はゲーム実況と歌ってみたとかをやっているんだって。普段の声とは違って歌声は天然水と言われているらしいわ。メンバーそれぞれで違った良さがあるから、ストプリとしてもバズっているのかも。始めた頃に比べてそれぞれできることが増えていったっていうのはあるますかね。これちなみに最初から顔出しはしてないんだよね。7年前とかってあんまりそのインターネットで自分の顔を上げて活動するみたいな人がすごく少ないかくて、だからそれが普通ぐらいな感じだったんですけどね、当時は。顔出ししないのは普通なんだ。はい、それが当たり前みたいな。そんな理由があったんだね。はい。グループになってからの楽しさってある？やっぱりいろんな活動をしてる人が集まってるので、なんか自分ができないことが他の人ができたりとかで、お互いのできることを掛け合わせていろんなことに挑戦できる楽しさっていうのはやっぱりありますね。いやでも一番やっぱメンバーと普段一緒にいるので、なんかどんどん仲良くなっているのが嬉しいです。友達できたみたいな、はいね、今後挑戦したいことはある、うん、リスナーさんからリクエストがあればそれにもういっぱい答えていきたいなと思います。そうですね、なんかそのストプリ今までやってきたことって結構そのリスナーさんにこう願われたことというか、ああいうのやってっていうのを叶えてきて今のこのストプリがあるんで、これからもそこはねちょっと守っていきたいというか、ね、なるほど、継続して、はい、求められることをやっていきたいと、うん、はい、そうですね、はい、うん、ほろみちゃんどうですか、満足いただけましたか。なんとなく、うん、なんとなくいろいろ分かってなんとなくバズる頻度が見えてきたかもしれない。なんとなくだよね。あなた本当にバズる頻度が見えたの？いや緊張しちゃってなんとなく答えたよね。ここで今もね、あったようにちょっといろんな方からリクエストをもらってるということで、はい、今回、ほろみちゃんからのクエストに挑戦してもらいたいと思います。なんだ、何でしょうか。何のクエストだろう。今日はうちがこれまで学んできたインフルエンサーさんのバズるコツをクイズにしてみました。すでに大バズりのストプリなら簡単に答えられるは
ず。まあ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 余裕だ余裕だよ。ちなみに一番正解数の多い人がバズる方法が分かってるってことだよ。あーなるほどね。なるほどね。一番答えられなかったやつの言うことは今後無視していい。そうバズってない。なるほど。二度とバズらないやつだからそいつ。バズらないやつ。言い過ぎだよ、ね、というわけでこれから流す VTR に隠されている部分があるので、はい、その文言をお答えください。わかりました。はい、はい、じゃあまず1問目はこの人。お願いします。2人組みたいね。はい、どうも大島兄弟のしゅんとさくらです。よろしくお願いします。大島兄弟さん、変身 TikToker の大島兄弟さん、うん、あ2人が一瞬で変わったわ。オリジナルダンスも大バズりの大島兄弟。作ってたね、振り付けをね。この2人のバズる秘訣が、これまで双子ダンスにしろ変身動画にしろ2人でやってきたことなので、うん、自分たちのを存分に伝えることです。わかったわ。この四角部分に入る言葉は何でしょう。自分たちの、これも完全にわかったわ。もうすでに答えちゃって大丈夫なんですか。大丈夫。うちのサタミちょっとそういう空気読めないとこあるんで。当てちゃいますよ。いいですか。当てちゃうんですけど大丈夫ですか、はい、うん大丈夫。当てて。じゃあ当てますね、はい、これはズバリ自分たちの魅力を存分に伝えることです。おお、はい、ぽいぽいぽい。ダサダサ。マジに当てに行って外したボケとかじゃなく、コロン。なんだろう、自分たちの、でも魅力じゃないんだよな。あ、わかったわ。あ、またさとみくん。わかったわ、さとみくん。はい、さとみ。はい、自分たちの仲の良さ。あ、おじちゃんが怯えてる。これまで双子ダンスにしろ変身動画にしろ2人でやってきたことなので、うん、自分たちの仲の良さを存分に伝えることです。さとみそれだったら一発目の方がいいよ。分かんなかっただけだろうが。分かんなかっただけだろうが。いや、こんな早く当てられると思わなかった。ねえ、ぼろみちゃん、答えは自分たちの仲の良さを存分に伝えることでした。やっぱこの笑顔見てたらその答えしかないなと思って。じゃあ一発目何だったんだ。せめて一発で当ててくれよ。やるんだったらね。なんだ中途半端な二発目ってよ。しかも他のメンバーも答えてないし。では続いて2問目。一発で当てちゃうぞ。おこんにちは。おおお、伊豆の滑り山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンプ系インフルエンサーの伊豆の虫釣りさん、彼らのバズる秘訣は。キャンプ動画、映像ももちろん綺麗には撮るようにしてるんですけど、もうクヤの場合と下で撮る。なんだ、うん、キャンプ動画の撮影で大事なものは何と何でしょう。2つ。キャンプ動画だもん。全然わかんないんだけど。キャンプ動画だもんね。うん、はい、はい、どうぞ、はい、友達と家族。あー、なるほど。あー、違うよね、うん、はい、ステロを狙っていこうということで、はい、肉と魚を一番大事にしている。そう、あー、これむずいな。難しい。なんだろう。私も見てたけど覚えてないわね。ウイソー、ヒントは触れないものだよ。はいはいはい、ルート光と影。惜しいですよね、ほらみちゃん。光が合ってるけど、うん、もう一個なんだ。光となんとか。光となんとか。光とお前ら本当にバズってんのか。え、関わってるこれ。さっきお肉ジューって焼いてたよね。はいはい、あリヌ。光と音。ああ、音か。あれ、映像ももちろん綺麗には撮るようにしてるんですけど、もうクヤの場合と下手と音で光が。なるほど、確かに。なるほどね。音と光を重視して撮影をしているでした。なるほど、確かに。美味しそうだもんな。音大事ね、うん、お肉焼くときとかの音だけでも飯テロだもんね。確かに確かに。最後の問題、はい、よろしくお願いします。爽やかです。あ、爽やかですね。爽やかぼっち YouTuber のパーカーと申します。はい、どうもパーカーです。今日なんですけど、テスト前日の過ごし方っていうのをね、ご紹介したいなというふうに思います。ぼっち系の動画で人気
のパーカーさん、バズる秘訣は？普段 SNS インスタとか使ってる上で、まあ、いろんな人のこう投稿とか見て、なんか自分と比較したりすることが多いと思うんですね。人との比較がこう溢れ返ってるような時代だからこそ、まあ、僕みたいななんかぐらいがちょうどいいと思ってるんですけど、 YouTuber としては、そういう風なことを発信する人が、まあ、いてもいいかなっていう風には思ってるんで。なんだ？ぼっち系パーカーさんが言った四角に入る言葉は何でしょう？ヒントはぼっち系という部分を考えてみてね。はい、お、入れた。ちょっとだらしないぐらいがちょうどいい。あ、だらしない。うん、惜しい。惜しい。惜しいかな。ヒントは、うん、丸々に見られるぐらいが、丸々に見られるって言ってるよ。丸々に見られるぐらい、丸々に見られるぐらい。あれ、犬的にはどういう風に見られるぐらいがいいって意識してるとかある？あ、俺ですか、うん、やっぱワンちゃんみたいな。ワンちゃんに見られるぐらい。ブーブーブーっていっぱい言わないで。ワンちゃん。おじいちゃんに見られるぐらい。ブー。ブーだって。いや、むずいな。謙遜的なことがちょっと入ってるのかな。謙遜って、うん、見たちに苦手な謙遜が入ってるから。そんな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 しか言えねえんだから。さっき、うん、なんかよく SNS とかを見て自分と比較するって言ってたんで、あれ、ね、下に見られるぐらいほうかな。どうですか、ほろみちゃん。どうかな。お、人との比較がこう溢れ返ってるような時代だからこそ、まあ、僕みたいななんか下に見られるぐらいがちょうどいいと思ってるんですけど、YouTuber としてはそういうふうなことを発信する人が、まあ、いてもいいかなっていうふうには思ってるんで、あ、そう。自分の動画は下に見られるぐらいがちょうどいいでした。わかんなかった。なるほど、勉強になるな。うん、ということで、はい、最後の問題終わりましたけども、はい、正解数的にはどうでした、ほろみちゃん、これ。あれこれはあれ全然、あれ、ほろちゃん以外は1回ずつ正解した。そう、同じ同じバズり力持ってるってこと。すいません、もう一問出してもらえますか。どうせ当たんねえからやめとけよ。やめなさいよ。からおもろい。3人が1問ずつ当てたってことは、うん、じゃあ1人はバズってないってことか。そうですね。うさぎ、ここ持つぞ。やめて、耳持たないで。やめてちぎれちゃう。やめて、耳ここ持つからな。やめて可愛がってちゃんと、はい、そんなコロンですけども、うん、なんか共感できる部分あった？でも下に見られるぐらいがちょうどいいって、なるほどなって思いましたね。お前、そこは仲の良さって言っとけ、お前。あ、仲の良さがいいなっていうのは、やっぱ僕たちもやっぱ仲がいい。おい、仲良くないみたいに見えだろうが。まあ、これはバズり力ないかもしれないですね。これは仲良くだな。左半分いらなかったかもしれないですね、今日ね。やめろそれ俺も入ってる、それ。もちろんだよ。もちろんだよ。これ見ていかがでしたか？これは、うん、バズってるみんなでもすぐ出てこないなんて、うん、本当にバズってるかなと思った。怪しいよね。ジャンルがあんねん、いろいろジャンルが。怪しいよね。おっぺた可愛いな。でしょー、もちもち。もちもち。もう相手にされてないからな。楽しかったな。もう勉強になりました、うんうん、ありがとうございます。最後になんかほろみちゃんかありますか？じゃあ、うん、みんなに最後に質問、うん、はい。バズるために必要なことは？あ、そのあれですよね、ストプリもここまで長くやってきてるので、うん、継続はすごく大事だなって思います。継続ね、諦めずに続けること。確かに、なった、勉強になった。継続は大事だよ、ほろみちゃん。間違いない。分かった、ありがとう。この後のストプリクエストも見てね。ありがとう、ありがとうございます。いやー、ストプリのみんなと楽しくできてよかったよ。長く継続することが大事なのね。うちも引き続き頑張っていくしかないね。そんなうちが毎週アップしているのは TikTok。 今アップしているのは、ストプリとのコラボ動画、学んだテクを使った新作動画もこの後あげるからチェック。番組の公式 SNS ではインフルエンサーのグッズをプレゼントとかいろいろやっているから、ぜひチェックしてね。それじゃあ、また来週。